どうも皆さんこんにちは、ゲンジでございます。突然ですが、欲しい洋服や魅力的な、そしておしゃれでかっこいい洋服があれば、できる限り購入したいし、できる限り我慢することなく、欲しいものは自分のものにしたいじゃないですか。ただそうした中でついてくる問題が、お金には限界があるっていうところなんですね。限られた予算の中で洋服を買わなきゃいけないので、どうしても我慢してしまったり、おしゃれにはなりたいんだけども、そのまずそもそものお金がないっていう状況があるがゆえに、ファッション楽しみたいんだけどなかなか楽しめないっていう方もいらっしゃると思うんですね。なので今回僕ですね、インスタグラムでもうど直球にですね、服好きの方々が集まっているので、どんな稼ぎ方をしているのか、どのようなコツで稼いでいるのか、どのようなことを意識しながらお得に洋服を買っているのかとか、さらにはどのように節約しているのかとか、どのように抑えているのか、どのように洋服を購入するための資金を捻出しているのかっていうところをアンケートを取ったので、その中で特に多かったものだったりとか、あ、これはめちゃくちゃいいなとか、あ、これは新しいなと思ったものを今日は皆さんにご紹介しちゃいます。なので服好きの方々で同時にみんなで稼いで、服好きの方々で同時にいろんなかっこいい服を買っていこうという素敵な動画でございます。では早速いってみよう。サバタイム。プログラミングを勉強して案件やるとか、あとはプログラミング系もね、ちらほらありましたね。やっぱりなんかこう稼げるっていうのはよく見るけど、実際ね、僕はもうプログラミングっていう言葉を聞いただけでなんかもうすっごい難しそう、俺には無理と思っちゃうんだけど、日頃からね、そういったものにこう抵抗なく勉強するかしないか、たまたましないだけでもういつでも勉強できるぜって方は、すぐ勉強してすぐ実行に移しちゃった方がいいんじゃないかなとは思います。あとはプログラミングを覚えて独立するとか、プログラミングもね、しっかりとね、ただできるじゃなくて優劣があるらしいですね。どこまでできるのかとか、触りの部分だけではなかなか仕事が受注できないとか、そういったものもあるみたいですね。アフェリは意外と簡単でございます。あとはもうめっちゃシンプルで、勉強して基本給を上げる、これが一番最短で楽というコメントもあったね。確かにね、僕の会社のね、メンバーとかも一般のアパレルから考えたらなかなかにありえないレベルでお渡ししてるんですよ、給料を。なんでまあ多分分かんないけど、僕の会社の中で全員の副業のことを網羅的に把握できているかというと、まあ、20人ぐらい今いるんで把握できてないんですけど、副業しなくてもいいぐらいに働いてて会社の給料が良ければそれに越したことはないわけだし、なんで自分の働いている学生の方とか難しいんですけども、社会人の方は給料が高い会社に転職する、もしくはその会社の中で給料を上げていくってところがいいんじゃないかなというふうに思います。ちょっとさっきのバイトの辺のところで言えばよかったんですけど、マクロミルというアンケートサイトでコツコツ貯めています。へー、そんなのがあるんだ。あとは地味に正社員っていうコメントもねあるんですけど、やっぱりボーナスがねある会社とかにね、正社員で入るっていうのも一個コツかもしれないですね。僕の会社の場合、業務委託の方も何人かいるんですけど、あんまりこの動画で言うことでもないんですけど、業務委託だけどボーナスをお渡ししてるんですよ。なんで業務委託でもボーナスがもらえるかどうかっていうのは聞いてみてもいいかもしれないですね。ので僕の会社でもし、今はまだ大々的に募集はしてないんですけども、今後結構アパレル業界って、例えば既存のね会社で言うと、じゃあ接客員の方とかって割とその給料が低いとかで悩んでる方もいらっしゃると思うんですが、僕らの会社はそういった仕組みから変えていきたいと思っていて、僕らの会社でいうと他のアパレルとは超大げさに言うわけではないし、それがなんか3倍4倍以上高いのかってそうではないところもあるんですけども、アパレルで最初もらえるこう初任給とか1年目とかでもらえる金額ではない金額で、今みんなが満足してもらえる状況で働いてもらえるように、僕自身も意識的に常識にとらわれることのない経営をしているので、もし今ね既存のアパレル会社で勤めてるんだとか、なんかそこ満足してないなとかあれば、転職全然僕の会社で絶賛お待ちしておりますので、募集した際は何卒よろしくお願いいたします。ただ結構基準は厳しいので、アパレル経験がない方が今入ってくることはあんまないので、他のね大手アパレル会社から今どんどん人が入ってきている状況なので、その方々に超える何かスキルとか、その方々に超える何か経験値や魅力があったら採用させていただくっていう感じになります。自分は社会人なのでボーナスでいい服を買ってます。なるほどね。それで続いて、格安スマホにして浮いた金を副代に回しています。これはね、寮学長さんとかもね推奨してますよね。なんでこの動画を見てる方は絶対寮学長さんを見た方がより有益な情報はあるかもしれない。ただこっちの僕のこの動画はかなりリアルで、かつ具体的な再現性のある話が多いんじゃないかなと思います。稼ぎ方ではないんですけど、1円単位で家計簿をつける、無駄遣いが減って服にかけるお金が増えたっていうところで、
これ系の話はめちゃくちゃ多かった。そもそも洋服以外の支出を減らすっていうのがめちゃくちゃ多くて、例えばですけどコンビニとかのちょっとしたお買い物をなるべく減らすことですか。これ僕も前みんなにね伝えたねとか、あとは大学生は稼ぐより節約に目を向けた方がいい気がするということで、結構ね飲み会とかもね3000円4000円みたいな会計が結構痛かったりするもんね。中には結構東京とかだとなんか今ので5000円みたいな、1人5000円ふざけんなみたいな時もねたまにあるもんね。でそういった不毛な飲み会とかをなくしていくのも結構重要だったりしますよね。っていうようにまあ節約はね重要っちゃ重要だよね。でこっからは僕も専門的知識がないのであえてまあ一番最後にしたんですが、短期的にすぐに収入になるような話ではなくて長期的な話を皆さんにしていきたいと思います。もうねかなり多かったんだけど、インデックスファンドで米国株や先進国株に毎月積み立て投資をするとか、投資信託や FX 投資少額 OK、 資金が増えるのは遅い、株稼ぐならこれ知識必須だったり、株式投資 ETF 中田敦彦の動画を見れば誰でもできるという話だったりとか、さらに積み立てNISAだったりとか、そういった長期的に稼ぐことを目標に、今までだったらやり方が分からなかったかもしれませんが、今ねもう両学長だったり中田さんだったり、さらには最近言った厚切りジェイソンとかがねめちゃくちゃ分かりやすい本を出していたのもあったりとか、あとは毎年そのインフルエンサーの方とかもね結構そういったやり方を発信している方も多いので、そういったのでまずは分かりやすく噛み砕いて分かった上で着実に投資していくっていうのがいいのかなというふうに思うんですが、ただね僕ら服好きって目の前に投資する金額があったら、いやいやいやそれよりも目の前にあるめちゃめちゃかっこいい洋服に金使っちゃうという方も多いと思うので、それ結構難しいですよね。とはいえこういった僕みたいな意見があるからこそやらない人が多く、やった人はかなり大きなリターンが数十年後にあるっていうところですね、うん、あとはポイント系の話で言うと、キャッシュレスにしてポイントコツコツ貯めると私立もでいいです。様々なクレカやペイペイ、スイカなどを比較した結果、スイカに連携したクレカが基本還元率 3% で一番良かったですというので、これは具体的なコメントくださいましたね。なんでもしクレカ悩んでいる方はスイカに連携したものを意識するのもいいかなというふうに思います。あとはちょっとグレーな匂い漂ってますが、ポケモンカード投資、高くなりそうなのを安い時に買う、遊べるし稼げて一石二鳥というところで、結構その時計とかもそうですけど投資目的で買う方もいらっしゃいますよね。なんか僕はあんまり遊戯王カードとかのお金とかあんまりよく分かってないんですけども、何十万円分のやつをお得に買えたみたいな YouTuber さんとかもねいらっしゃいますよね。これはまあグレーではないのか。あとこれ結構多かったんですけども、稼ぎ方ではないですが、日曜日にペイペイモールで ZOZO のアイテムを買うと 10% ほどポイントがもらえますだったり、そうですね、 ZOZO で服買うときは還元率が 10% 増える日曜日のペイペイモールで買う、稼ぐというか得する感じというのが結構あって、なんでペイペイモール×日曜日×10% 還元、これを活用するのもいいんじゃないかなというふうに思います。あと取りこぼしたものをガンガン言っていくと、 Twitter の作文代行、これはなんだTwitter の作文代行って何なんだろうね。自販機の下を見る、株ビットコイン、これねビットコインね、これは正直稼いでる友達とめっちゃ損した友達が2人いるから、僕はね一時買おうかなと思ったんだけど、僕そういった積み立てNISAとかビットコインとか全然やってないんですよ。絶対やった方がいいはずなんですよ今の時代の流れ的に。ただ一度買っちゃうと多分いつもそっち見ちゃうと思うんだよね。なんか毎日どれくらい増えてだろうな、毎月どれくらい増えてだろうなっていう、本当はファッションとか経営にとか事業に集中しなきゃいけないのに、脳のリソースを若干その個人的な臨時収入の膨らむ方に意識しちゃって集中できなくなっちゃうのが嫌だなと思ってやってないんですよね。とはいえそれで積み立て系の投資とかビットコイン系のやつは内藤さんとかがね個人チャンネルで結果とかはね報告して、それすごく楽しくて見てて、でビットコインとかね今めっちゃ内藤さんの結果良かったんで、それも踏まえて皆さんに話すとガツンとやってみちゃうのもありかもしれないですね。支払いを全て楽天カード一括にする、それで 1% ポイントが貯まり続けますだけど、これで言うとさっきスイカ連携のクレカの方が 1% ではなく 3% なので、そっちの方がいいってところが分かりますよね。オンラインカジノってあるけど、オンラインカジノね、オンラインポーカーとか今結構ねポーカーとかが人気になってきてるので、実際にちょっと収入を増やしている人も聞くんだけど、俺ね言っていいのかなこの話、オンラインカジノの仕事をお願いされたインフルエンサーの方と飲んだことがあって、でまあその方は何やかにオンラインカジノの仕事を受けなかったらしいんですけど、オンラインカジノってほとんどが稼げないようになってたらしいよ。当たり
り前の話だけど言ってしまえばね。でしかもそのインフルエンサーさんにお願いする時の金額もバカ高いらしいのよ。し条件めちゃくちゃいいらしいのよ。ただめちゃくちゃグレーみたいなっていうの話聞いて、なんで今ね結構若い世代の方で飲み会とかないから家の中で刺激的な遊びないかなって中でオンラインカジノをしちゃうのは結構リスクがあるんじゃないかなって僕は思うんですけど、ちょっとそこら辺はねシビアに気をつけた方がいいんじゃないかなっていうのは個人的には思います。とにかく服以外の出費、特に食費や交通機関を使わず歩いたりを抑える、ある意味時は金なりです。確かにね。あとめちゃくちゃありがたい話でテーマがずれますが、安いからちょこちょこ買うよりリドムでいいものを買った方がコスパがいいっていうコメントいただきました。ありがとうございます。僕もそれ本当に思うな。めちゃくちゃあるな。着ない服はメルカリで売るか ZOZO で買い取りで売るかめちゃくちゃ多い。とにかく断捨離、メルカリで頑張ってます。多少の小遣いにしかならないかもですが、ただその多少のね収入が嬉しいんですよね。あとはみんなで大家さんの分配金で洋服を購入すると、この方もファッションインフルエンサーさんでねすごくおしゃれな方なんですけども、かなりいい洋服をめちゃくちゃ買ってて、なんでこんなに買えてんのかなっていうふうに思ったんですけど、多分アカウントを紹介しちゃうのはあんまりよろしくはないのかなと思うんですけども、こういったからくりがあったんですね。ので皆さんみんなで大家さんっていう検索したらいろいろ詳細が載ってるのでチェックしてみるのもありなんじゃないかなっていうふうに思います。へはい、ということでめちゃくちゃ数多くの稼ぎ方だったりとか、あとは皆さんがどうやって稼いでるのかっていうところをご紹介させていただきました。まとめるとですね、初めの方にご紹介したもうとことんバイトを入れるっていうのが実質一番多かったですね。洋服のためなら時間をとことん費やすとか、あと最後の方にちょろっと見えたんだけど、時給よりも融通を優先するっていうのがあって、シフトの融通が効きやすいバイトを選び、暇なのが分かった日は積極的に入るというところで、時給がいくら良くてもそこに入れなかったりとか、働けないと高い時給ももらえないから、バイトのねこう入れる時間とか、引っ越しのバイトを教えてくれた方のように朝も早いし夜も遅いけど、とはいえ2万円もらえるとか、そういったのも多かったですし、あとは日雇いですね。日雇いで楽に稼ぐっていう方も結構多かったですね。あとはそれと同時に同じぐらい多かったのがメルカリでとにかく断捨離してその値段の洋服を売るっていうのも多かったし、あとは浪費を抑える、洋服以外の出費をとことん節約するだったりとか、あとはポイントですね、ペイペイモールを利用してみるとか、あとはスイカに連携したクレカで還元率を意識してみるとか、あとはあれですね、配信系のアプリもインフルエンサーになっちゃうっていうのも一つ手だし、あとは長期的な目線で積み立て投資をするとか、あとはまあビットコインや株を勉強して買ってみるとかいうのもありました。であとは個人的に皆さんにねおすすめしたいのは起業ですね。事業を作る、でそれでその事業を通して世の中を幸せにする、幸せにした結果そこにお金が生まれる、でそのお金で洋服を買うっていうのも僕自身がそれね実際体験してめちゃくちゃ幸せな循環が生まれているので、起業してみるっていうのも一つねおすすめな方法なのかなというふうに思います。で実際に起業って本当に思った以上に簡単だし、そこからどのように安定的に続けるのか、そしてビジネスを軌道に乗せるのかはすごく難しいんですけども、難しさと同時に楽しさもあるので、付属の方々が見ていると思うので、どうしてもこうアパレル関連でって考える方もいらっしゃると思うんですが、何もアパレルに固執することはなく、他のジャンルとかで何か世の中に困ってることはないかなとか、こういったもの今世の中にないけどこういったサービスを立ち上げると実はみんなが気づいてなかった幸せになるんじゃないかなとかいうのを考えてアクションしてみるのもありなんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回動画前編後編にわたって稼ぎ方っていうところをご紹介させていただきました。今後もですね僕の方で何かいい稼ぎ方とかがありましたら動画でご紹介しますので、ぜひそちらも楽しんで待っててください。では今回の動画が少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。以上現状の動画でした。ありがとうございました。